広げる術あったんですけども、これを上に乗せてあげる。パラ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 。テテレテテレレテテレテテレレテテ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 テ。リュウジのバズレシピ。でもあのオープニングさ、すげえ不評なんだね。なんでかっていうと、リュウジのバズレシピって言ってから俺がベロベロに酔っ払ってるから、楽さがやばいって言われてるんですね。今回やらせていただくのは、お餅でございます。雑煮をやった後に、餅ってほらいっぱい入ってるじゃないですか。余った餅どうしよう問題。かなりのご家庭であると思うんですよ。余った餅どうしよう問題にもう、トップをかける。そんな、非常に美味しくて優しいレシピ。これをね、もう私ね、もう昔に開発しました。2年前ぐらい。で、これをですね、もう動画にしようと。私が、もう餅、これが一番うめえんじゃないかと思うぐらい美味しいですね。餅の豆乳グラタンスープやっていただきたいと思うんですけども、やっていきます。リュウジのバズレシピ。今日はね、もう酔っ払ってるんですけど、まだ酔っ払ってるって言ってもね、まだ大丈夫です。まだ平気。まだ平気なんですけども、まずね、お餅、ね、2個。材料はね、あの概要欄に載ってますからね。好きな大皿用意してください。で、ここにお餅を2個入れます。豆乳なんですよ、これ。で、140cc です。で、コンソメなんですけど、大さじ1強。ね。あ、元レシピだとね、小さじ1半なんですけど、ちょっとね、強いんで、調整できるように。で、これね、よーくね、豆乳とね、混ぜる。これでいい感じのスープになります。よーく溶かしてくださいね。で、これをかける。そしてね、ここに、全然餅見えなくなったところに、ベーコンね。で、これも、なんか、いい感じに、こうちぎってくれれば、ね、全然いいと思います。じゃあ、ハーフベーコン2枚ですね、これね。はい。だから、まあ、大体 20g ぐらい。そしたら、チーズ、とろけるチーズですね。これスライスチーズ、あ、ピザ用チーズでもいいですよ。今回とろけるチーズあったんですけども、これを上に乗せてあげる。で、ここに、はい、これあのラップしないでいいですから、600ワット2分半やっていきます。レンジが血を割りました。左手がずる。すごくいい感じの、ね、スープになりましたね、これね。お好みなんですけども、黒胡椒、はい、あ、ラー油でもいいんですよ、これ。ラー油も美味しいんですけども。パラ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 。そしてパセリ。パラ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 。あ、もうできちゃった。こちらでお餅、豆乳、完成です。ワインが飲みたい。おい、これですよ皆さん。チーズがとろけてとろとろになったこの豆乳スープ、これはべらぼうにうまい。これだけでね、飲めるぞ。うまい。血もね、ほらスプーンで切れるぐらい柔らかくなってます。最初ね、2分半って言ったんですけども、結局ね3分ちょいやりました。これは、まあ、お使いの陶器とか電子レンジによって変わるんで、持ちが柔らかくなるまでやってくださいね。このとろみの中にとろけるチーズがまたとろけて濃度が高まって、それが餅に絡むの、これ餅に、そして僕にも白ワインが絡む。味変かもしれないでしょ。タバスコですね。グラタンにはタバスコかけときゃいいみたいなこと言ってましたよ、いつも酒飲んでる料理研究家がね。これね、お餅取っていただいて、タバスコをここにかける。かけて。おー、Oh my God。 ほぼほぼさ、クリームソースニョッキですよ、これね。めちゃめちゃ美味しい、これ。このお餅の豆乳グラタンスープ、本当に美味しいのね。皆さんぜひ作ってください。よく聞かれるのが、あのナレーションって本人ですかって言われても、本人、シラフの僕が言ってるんで、はい、
んですけども、じゃあもう取り直す、ベロベロの時に。ベロベロの時リュウジのバズレシピって言わせたら、いやでもそしたらさ、なんかあれじゃない、あのもうそっちのチャンネルに行っちゃうよね、それね。